ね、いやなんであの無理がない範囲で、はい、逆になんか どういうのをイメージされるか、もなんか逆になんか言い方あるかもしれないですけど、札幌コンペ来てもらって、すすきのと宇都宮の場所みたいなので、はい、そこにこれ残したいなみたいなのがもしあったら、はい、そっちを優先してほしいなと思うかな。本当ですか、うん、一応自分の中でこう2つのスタイルがあって、うん、前今回展示出すようなプレーのステンシルの感じ、うん、今のなんか日本っぽいやつなのかとか、あなんかこうどっちを気に入ってもらってるのかなとか、どっちかというとその店の感じも、はい、まあ、居酒屋というよりかはこの、はい、そうイメージしてるので、和って感じじゃないですかね、とりあえず俺の言う和だと、うん、もしかするとちょっとね、あ、うん、まあ、あといつもはなんかこうテーマというか、なんかちょっとここは人をつなぐ場ですとか、それじゃあそれよくわかったね。俺がもういいここまで行った。先越しちゃいましたけど。そう。人をつなぎたいんだよね。まあずっと僕がその面白くかっこよく言って企業理念の。企業理念。うん。関わる人たちの人生が、まあ、この僕たちに出会えたことで少しでも面白くかっこよくなれた。そこに今は人と人がつながる場っていう。でそうだな、つながるってこれちょっとキーワード出ました。めっちゃ嬉しいかもしれない。本当に今128人ぐらい村人っていうのがいるんですけど、みんなマジで個性的なメンバーばかしが集まってきてくれて、はい、まあ、ある意味いろんなカラーがあるんですね。あ、なるほど、うん、それもなんかこううまく表現できたら面白い。いいですか、なんか任せるって言いながらどんどん大手人をつなぐ場、面白くかっこよく人をつなぐ場いいですか、うん、つなぐ場超楽しい。ビジュアルだけで見えるメッセージで、いいじゃん、いいじゃん。これだけだとまだ 50% ぐらいなんですよ。お一応その裏に伝えたメッセージとして、その人をやっていく競争じゃなくて共に作り上げていく競争っていうのを大事にしたい、うん、それとあのオーケストラの競争じゃないですか、うんうんうん、なるほど、っていうのをかけたタイトルだった。なるほど、それはただ言葉遊びで、まあ、言葉が一緒ってだけのリンクじゃなくて、うん、意味合いも完全にリンクしてて、例えばオーケストラの競争曲をしてて、オーケストラの競奏曲っていうのはその一つのメインパートがあって、そのメインパートをこう補っていくような楽器体を作って、そうやって一つ一つ組み合わせていって作る一個の曲を競奏曲っていうらしくて、
それを S の状態で例えると、S でいうメインパートですよ、まあ、村長さん、鈴木さんであるという、その人がまあ軸となって、こいつが集った村人の人たちが、まあ、いろんな種類の楽器を持っている楽器体として捉える、まあ、一個 の, その競争曲を作るという状態が、まあ、集って遊んだりとか、まあ、新規事業が生まれたり、いろんな出会いが生まれたり、S で生まれるカルチャーとかを、まあ、一個 の, そのオーケストラという音楽、一個の曲ができるというふうに表現したくて、ここの部分で一応指揮者で、音楽を連想できるカルチャーを1個入れてるんですけど、そのタイプが競争力かな、そんな感じです。完璧っす。素晴らしい。まずいろいろ考えることに来ていたんで、ね、できればこれを突破していこう。いや、もういいよ、ぜひ俺、もう好きだ。あ、本当ですか。もうこのグッズ作ってね。あ、全体が変わったね。ガラッと変わった。